鈴木？おお。え、あ、佐藤。おお。ゲッちゃん家来たけどさ、お菓子なんもないよ。ゲッちゃんどこ行ったやろ。誰やつ。ゲッちゃんはねえ、何し、いやもういないの。玄関開いてたから入ってきたけど。とりあえず飲み物だけど、そういやいつも飲み物だって水じゃん。ゲッちゃんの家でしょここは。ゲッちゃんがおらんのよあいついつも。あ、そうなの。俺初めて来たけどね、ゲッちゃんの家。あ、そうなの。いや、いつもゲッちゃん家集合言うて、ね、まあね、ゲームやるときはね、だいたいゲッちゃん家来るけど、ゲッちゃんいつもね、牛丼くれんの。そうなの。あ、そうなの。これ、クリームソーダのみてぇな。クリームソーダの、起きた。じゃあ、いつもなんか肉まんしか置いてないのね。ピンポンだったらどうするの。あれ、ゲッちゃんかな。あれ、あれ、お邪魔します。すみません、ゲッちゃんではないんですけど、ゲッちゃんでもお邪魔します。ゲッちゃん、お邪魔します。ゲッちゃん自分家入るのにピンポンしねえからな。え、こう座っていいのかな。お邪魔します、お邪魔します。お邪魔します。ゲッちゃんじゃない。誰私、あの佐向智久と申します。ともちゃんだ。よろしくお願いします。お願いします。はじめまして。ゲッちゃん友達じゃん。よろしくお願いします。ともちゃんね、まあ、みんなここで友達じゃん、はい、結構だね。あ、本当ですか。ぜひ、あの僕も友達少ないのでぜひ。輪ができてくのよ。なるほど。ただゲッちゃん古いな。友達の輪。あ、輪なかったんだ。ない。まあ、まあ、じゃあここでもう一回復活させようか。何。いやいや、復活させようかない。ここで何を持ってきてくれたの。今日はですね、あの実は僕ポケモンが大好きで、あのアニメのポケモンモンスターの、あの歌を、オープニングテーマを歌わせていただいたりもしているんですけども、あの今日はですね、あの、あ、すごいすごい、これ知らんわ。ありがとうございます。すごい人にゲッチャーズ来るんじゃない。ありがとうございます。すごい一口一口。いやいや、あのゲッタバンバンって、すごいすごいすごい。 CM 死ぬほどだから。すごい。まだ見ぬ世界。見ないよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ここ楽しい。ここ楽しいな。嬉しいです。いや、今日はですね、あの僕ポケモン大好きなんですけども、あの実は明日発売されるこのポッケントーナメントというゲームをですね、皆さんと、はい、やりたくて持ってまいりました。なるほどね。混ぜるな危険で噂の、はい、ね。本当っすよ。まさか混ぜちゃったし、ね、本当なんですよ。これも今もまさに混ぜるな危険おっしゃってくださいましたけども、あのポッケントーナメントなんですけども、あのポケモンのゲームとしてはですね、初となります対戦アクションゲームとなっております。対戦格闘ゲームの金字塔鉄拳、これですね、もうめちゃくちゃの金字塔ですよね、シリーズを。はい。あ、そうですよ。鉄拳と言われたらもう僕 ね, ね, も, うね、もうだって埼玉県では多分120ぐらいですから。おこれまだ結構リアクションしづらい。はい、ポケモンさんに、はい、あの僕の元部下が入ってますからね。あ、営業に。なるほどなるほど。そのですね、鉄拳シリーズを長年突き詰めた、バンダイナムコエンターテインメントさんと、はい、ポケモンがタッグを組んで開発された、とてもとても今年のめちゃめちゃ熱いゲームであります。いや、そうです。はい。昨年の夏からですね、アーケード版はですね、あの稼働していたんですけども、はい、新たなポケモンやモードを追加して、ついに満を持して明日 Wii U 版が発売されます。はい。これ東京ゲームショーで発表されたんでしたっけ。あ、そうですそうです。はい、あの時だってポカーンでしたもんね。そうそう、なんだこれはと。そこダメだろうとね。やっちゃいけないところに転送してきたなっていうね。びっくりしました。そうなんですよ。僕もこれ今日そんないいよって言われたんで、うん、と思って、じゃあ誰かとやりたいって思ってきてました。すごいすごい。いやでもゲッちゃんちはやっぱすごいね。ゲッちゃんの友達すごい。そう、持ってきちゃいました。これがこれやりたいんですよ。集めさせるだけ集めといて本人来へんから。お前らだけの仲良くなるからね。やっとけやっとけと。すごいとこ
ところに来ちゃいましたね、元も。誰も顔知らんからね。そうなんだ、ゲッチャーの顔知らんのよ。不思議だな。え、誰もあのいつも会ったこともない。うちに来いって言われには行って、はい、したらいないんだよ。いないの。だから俺だけ友達になっていくと思うんだけど。そうそうそう。確かに。あいついないんじゃないの？いや、うん、この世に。ね、いないかもしれない。なんか若干僕怖くなってきましたよ。大丈夫ね。いや、うん、よりも奇妙な感じじゃないか。今後ゲッチャンやる？やるとかじゃない。ゲッチャンの存在じゃない。ゲッチャンっていう概念なんですか？もうそうだよ。なんか怖い。怖い。言うのはずなんだけどね、はい、いつまで脱線する気なの？じゃあゲーム行く？やりたいですね。やりたい。めちゃめちゃやりたいです。ねえ、はい、これですね。ピカチュウいるよ、ここに。もうこれです、ほんとそうなんですよ。あの今まではですね、あのアクションゲームっていうのはなかなかなかったんですけど、僕たちのポッケンですね、自由に動かして戦うことができます、うん、まあ、自分のあのタイミングで自分で技を繰り出すっていう。でも攻撃や強化など助けてくれるサポートポケモンだったりもいます。もうこれたくさんいますね。新しく登場したキャラクターもたくさんいます、うん、サポートゲージが溜まったらですね、呼び出すことができるんですけども、はい、まあ、ポケモンによってやはり様々なあの効果がありましてですね、あの共鳴ゲージっていうんですけども、共鳴ゲージが溜まると L と R ボタンを、あ、これですね、皆さんこの後やっていただくのでよく聞いておいてください、はい、L と R ボタンを押すとですね、共鳴バーストができましてですね、そして超パワーアップ状態となります。なんじゃ、押しまくりでしょ、ね、L、R、 いや、これゲージが溜まらないから ね、はい、ね、そんな甘くないです。そんな甘くないんですよ、はい、L、R、 俺パソコンターンやってるよ。いや、でもね、僕ね、あのスマブラでピカチュウ派なんで。本当に、はいはいはい、僕にピカチュウやらせたらもう、なるほど、ね、やばいね。スマブラのためにだってコントローラー8個買ったからね。うちに多いな、8個ありますから。すごい、太鼓も量産、太鼓もあるし、買いすぎやね。すごいところ。俺バンナムにいくら使ってんだよ。まあまあ、そうですね、あの共鳴バースト状態になりますとですね、あのもう一度上等のその状態でですね、もう一度 LR ボタンを押すとバーストアタックというですね、1回だけ使える、もう必殺技ですね、超強力な技を使うことができます。なるほど、はい、分かった。なるほどね、まあ、これ相当なダメージ入りますから、そんな規模としても過言ではありません。はい、じゃあ早速やからね、みんなで遊ぼうよ。やるやるやりたいですね。ゲッチャー戻ってくるまで、ね、どうするどうする。せっかくはトーナメント、うん、あ、ポッケントーナメントですからね、うんうん、組み合わせなんか大変な、今日作りますね。誰から作って、ま、ちょっとじゃあ僕ちょっと作って、まあ、こんなあのシクラさんにやってもらったら早いからね、まあ、できた、すごい、これでいいっすかね。もうできた、もう優勝決めるのに。すごい、待てよおい。ちょっと待って、なんで勝ち、シード誰やね、シクラマスター。じゃあポケモンマスターみたいな、ポケモンマスターじゃん。ごめんなさい、ここよく見といてください。なに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 、これこうなってるんです。またかよおい。またかよおい。すごい、用意されてる、すっげえシードじゃん。すいません、ここ僕ってことになっちゃう。三回戦バトルのシード。そうですね。あれやろ、そのなんか ちっさお店の偉い人じゃないよね。まあまあ、僕が決める力を持ってるんでね。もうずるいなぁ。しょうがない、だってスマブラマスター。そうね、そうね。なるほど。それもあのシード権は。まあ、鉄拳もお強いと。のこんなので、鉄拳スマブラやらせたらやばいよ、やばい、本当に。うわ、よっしゃ、ほんならこれでいこう。やりましょう。ということは1回戦は、だって原田さんより強いんだから俺の方が。ほんとに、うん、すっげえ。佐藤ちゃんと山本ちゃんや。嘘ついちゃった。やりますか。やりましょう。はい、ちょっと僕もですね、 Wii U 版はあまりプレイしたことがないので、そっちに僕もありますね。あるあるある。じゃあ、お借りします。これはどのコントローラーがみんなのところに見えるんだっけ。多分僕ではない。そうね、ほら、ゲッチャー佐藤さんの方がいい。黒佐藤さんの方が黒がいい。黒がユーザーに行くの。どっちがいいの。佐藤さんの黒がいい。あ、じゃあ多少のシステムを理解してる。じゃあ僕が、あやのちゃんとトムちゃん、どっちがいいの、はい、あんと、はい、じゃあトムちゃんの画面がいきます。画面に出る。もう俺トムちゃんでいいの。いや、もう全然すごい嬉しい。さっきから言ってませんでしたけど、めちゃめちゃ嬉しいです。だからやっぱ名人なんだよ。トムちゃんいくつぐらいなの。僕24になりました。若い。あ、ディグだ。若い。2回目の年男やん。24。
うわ、俺の半分以下じゃん。そうですね、これそんな時代ですよ。もうあのキャラクターがあのアーケード版より増えていましてですね、もういろんなキャラクターがいます。うわこれこれニュースですね。これ初めからこんだけ使えるわけじゃない、これ最初からではないですね。まあ、ただですね、はい、初回生産特典にはですね、アミーボカードダークミュウツーが付いてまして封入されてます。このカードですね、Wii U ゲームパッドで読み込むと、はいはい、通常ですね、まあ、ゲーム始めたばかりでは使えないんですけども、このカードを読み込めばダークミュウツーをですねゲームを始めたらすぐ使うことができる。じゃあせっかくなんで、ちょっと待って、使ってみますか。ヤモちゃん何で行くの。私今ミュウツーにしたから帰る。あ、ほんとじゃあ僕いいや、しろとしろと悪いやん。こっちにしました。あ、じゃあミュウツーにして、ダークミュウツーにして、あ、じゃあ僕ダークミュウツー使いましょうか。ダークミュウツー、はい、ミュウツーバーサス、めちゃめちゃ強そうですよね。ミュウツー、ダークミュウツー、今回のサポートポケモンミュウ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 、これサポートポケモンもたくさんいますね。カイリュウとかいますよ、ビクティニー、リベルタル。これってどういう、はい、属性で選んだ方がいいんですか。これはですね、まあ、あの一匹一匹あの、うん、効果も違うのでですね、うんうんうん、あのまあ、何回かやっていくと、例えばタイミングだったり効果だったり理解していただけるんじゃないかと。上の方が攻撃って書いてるのは攻撃の時にサポートしてくれて、うん、はい、下が強化、そうですね、マークがあるので、はい、でさっき防御っていうのがあったけど、防御の時にはガードしてくれたりするのかな。これですね、ここに全部書いてあるんですけども、そうですね、あの相手の攻撃をですね、接近を妨害したりだとかっていう効果がありますね。はい、じゃあこれユーザーにちょっとサポートを決めてもらいましょうかね。僕どれ見たいですか、どのポケモン見たいですかね。あー、エンヒーね、左下か、イベルタル、イルモニ、イベルタル、イベルタル、イベルタル、うん、場所か、早っ早いな、すぐに、ね、はい、2つぐらいのコメントに入れちゃう、ね、もうちょっと前もう待ってられませんから、ずっと待ってられません。よっしゃ、白が山本ちゃんで、ね、黒がトムちゃんね。なんかちょっと僕心が闇に染まってるみたいな。ダークサイド、ダークサイド、はい、そうですね、ダークサイドイメージとは全然違うけどね、今日はちょっとあえて、まあまあ、腹の中何考えてるか分かりますか。え、そうなの。あ、そうなの。そういうキャラなんだ。B ボタンがジャンプで、これですね、あ、一個ずつやって説明ちょっとしましょうか。はい、ありがとうございます。優しいな、ダークなのにな、ね、じゃあ僕はちょっとここばかりはちょっとイベルタル、はい、準備完了マックなので、はい、これですね、十字キーで移動することができますね。はい、そしてジャンプもあります。はい、 B ボタンでジャンプすることができますね。あとは Y ボタンなどを押していただけると分かるんですけども、おおこれですね、ダメージを受けるとフェーズが変わります。でですね、横移動がメインのこちら画面になってるんですけども、これよく鉄拳などでも分かる画面ですね。はいはい、でこっちガードもあります。ガードあります。今ちょっと上に攻撃しちゃったんですけど、説明しながらやるの難しいですね。R ボタンでガードできます。R ボタンでガード。はいはい、で左下、僕の画面の左下にあるんですけども、はい、にあるちょっと溜まってる紫のゲージがあるじゃないですか。はいはい、あれが共鳴ゲージですね。はい。あ、なんか出た。召喚者、召喚者。まあ、使うタイミングなどありますので。あ、やばい。はい、ちょっと待って、ダークミュウツーがもう超人超人で攻撃が突然するんですよ。ちょっと性格が出てますかね。もう始まってるね。始まったんよね。おお。あら。いやいや、まずは普通のねミュウツーの技を見ていただけたらいいなと思いますよね。いいぞ、ともちゃん。はい。はい、いいよいいよいいよ。ゲットバトルや。ありがとうございます。よし。さあ、こっからは、まあ、ちょっとイベルタル使いましょうかね。山本さんのチュートリアル終了だから、こっから本気やらないと。これですね、十字ボタン2度押すとですね、このように移動、早い移動をすることができます。これで、ね、すぐ間を詰めたりすることができますね。なんてバラが、こんな何もできないぜ。おお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 お、つかみ攻撃ですね。超能力で、超能力つかみ。で、まあ、鉄拳でもそうなんですけども、十字キーと一緒にボタンを押すとですね、いろんな技を出すことができます。あ、なるほど、はい、ね、あ、そうなの。でですね、L ボタンを押すとこのようにサポートを発動することができます。すごいですね、デスウィングですかね、今のは。
すごい、ちょっとこれ僕もダークミューズ初めて使うのでいろんな技があってめちゃめちゃ面白い。はめられた、見つけない。ずーっとぴょんぴょんしてますね。ぴょんぴょん、ぴょんぴょん。すごい、今の雷でしょうか。おただ皆さんお気づきかと思うんですけども、左下、共鳴ゲージが溜まってますね。山本ちゃんはじゃない？山本ちゃんが溜まってるの？溜まってます。どうするの？LR を押すと共鳴バースト。はい、LR 同時押してしてみてください。あ、まだ溜まってなかったのかな。あ、まだちょっと溜まってませんね。じゃあちょっと僕溜まってないよ。溜まると光るんだよ。じゃあダークミューズちょっと行きますか。もう溜まってますよ。おお、メガ進化ですね。これはダーク、強そう。ダークミューズメガミューズ X ですね。これはそしてもう一度押すとやばいよ。必殺技を出すことができてね。ここまでする。めちゃめちゃかっこいい。うわあ、もうちょっと離れてる。めちゃめちゃかっこいい。地球がやばいよ。地球が絶対死んだでしょ今のは。だってあれだけやってよ、この会場平気やな。本当だよ。山本ちゃんも行けちゃった。見せたれ。 LR を押すと行ったれ。行け。 LR を同乗して。行け同時。山本ちゃん地球外に行かない。地球外に行かない。行かない。同時。山本ちゃん終わりだよ。山本ちゃん地球外のどこの。ちょっとどうなる。道場の外すら出ない。道場の中。行けなかった。うわ、やられた。そうですね。これはちょっと明日買っていただいて、ゲットしていただいて見ていただけたらなと思いますね。チャンスだったんでしょ。でも、ね、はい、そうですね。今多分どっかで空振ってたの。空振ってたね。はい、1回戦第1試合はどうしたの勝ち、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと大人げなかったんですけど、はい、次は俺と俺なの。これポケモンを変更してバトルかな。ポケモン変更してバトルでお願いします。誰がええかな。まあ、ピカチュウは残しとくとして、ガブリアスとかめちゃめちゃ強そうじゃないですか。ガブリアス、あ、これこれにしようかな。スイ君も、そしてシャンデラなんかも。ほんまスイ君だけはすぐ逃げるからさ。そうですね。クリムネックメットやましたね。クリスタルバージョン。なんでスイ君使うの。どれぐらいですか、メイジ。いや、僕は何でもいいですけど、スイ君これね。じゃこれ始まってからの秘密にしておきます。うん、本当、はい、こちら。こんなんあるで。あ、マジで。そうなんですよ。こんなんあるで。それしか。そうなんです。これはちょっと。よし。どっち。じゃあ俺、カイリキにするわ。まさかのお着替えピカチュウもあるという。カイリキ。じゃあ俺はスイ君や。今回のサポートセットを選んでね。あと、サポートですね。サポート。サポーターこのスイ君と並んでも見劣りせえへんキャラがな。リグダーにしよう。リグダーリグダー。いや、これ見てください。カモネギが、カモネギがいます。カモネギが役立つ。役立つ。これだ。本当のカモネギ。どこカモネギは、の右下ですね。そのあそこですね。はい、じゃあいいよこれで。あれ名人も名人ん名人が名人行くな。応援スキル選択、安定型でお願いします。安定型、はい。よっしゃ LR ね。いくぞ。ヤムちゃん勝てるなんてないでしょ。まずこっかすごい前のめりになってる。名人だからね、片や言うてもゲームの。だってすごいんだよ。でもこれだってこれ連射関係なさそうだもん。いや、連射だけなの。あなたヤムちゃん選んだ。どっちかっていうとそうだったの。あ、来ましたね。よっしゃ、ブルルした、はい。さあ、カイリキ対スイ君ですね。もうスタイリッシュさではもうスイ君カットピカっちゃう。カイリキが名人で、いやでもカイリキはめちゃめちゃ強いですから。ヤナちゃんですか。うん、見とけよ。いいのかな。画面的にはヤナちゃん画面が、あ、メイン画面が大変ね。オンライン対戦ね。かっこいいですね、スイ君。綺麗。おー、すげー。神々しい。すげー、男らしい。メイちゃん、ここで丸丸使う。めっちゃムキムキ抱かれたい。だって2回あるでしょ。2回っていうか、おー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 、スイ君はですね、遠距離攻撃もあるので、あ
ぜひいろんな技を出してみてください。なるほど。はい。うわー。痛いな、一発一発が。おお。うわー、すごい。すごい。あ、すごい。おお。でもやっぱ嫌だな。いや、すごい。なんかめちゃめちゃ。すごい。こんだけの見せプレーを柳原ができるんだ。相当すごいよ、これ。結構こんなにも差が出るから楽しいよね。そうなんですよ。ね、はい。レイス。すごい。いやでも、ヤナちゃんにしては。そうでしょ。分かってきた。あ、ゲージマックス。じゃあゲージ溜まってます。Lボタンでサポートボケも呼び出したりすることもできるので、ぜひ呼び出してあげてください。俺まだ溜まってねえ。おー、いいね。おーおーおー、そう、それぐらい距離取ってね、ヤナちゃんね。お、今ビルドアップをしたんでしょうか。スイくん、バックスパンチ。な、メジンがメジンだ。さあさあさあ、メジンじゃない、あれ。あ、俺これじゃなかった。今ツルッとしたものメジンだ。共鳴ゲージが溜まりました。お、あ、LR LR を押すと、押すと、おお、どちらも、お、決まりました。地球外行かない。これはスイ君、絶対レードですかね。めちゃめちゃかっこいい。危ないわ、熱だ。おお、遠距離攻撃。お、今は遠距離攻撃かなかったから、また距離取ったから、ただ間を詰めたくない。間を詰めたい怪力。さあ、サポートでムーマージが出てきましたね、今。いいよ。タイミング合わんねー。いい勝負ですね。いいよこれ。次で決着だ。これぜひカモネギ。カモネギゲームマックス。よし。ファイナルラウンドです。あのビーム何？って何のビームのことだろう。あの緑のこれですかね。これ冷凍ビームでしょうか。おお。出せて。いや、名人も全く手抜けないよ。本気の本気。うわぁ、カイリキ。なかなか距離を取らないと。そうだね、ちょっと厳しいですね。じゃあもう距離の取り方が。ただカイリキ溜まってます。おぉ、さあ、やべぇ、やばいやばい。ここで決めれば、あ、あと少し届かず。ヤナちゃん、ガードとかすごいね。おぉ、メジン来た。おい、おぉ、大爆発ですね。あ、うわー、最高だったのに。めちゃめちゃかっこいいですね、怪力。いいね。そう、ということで、1回戦と2戦目はメジの勝ち。ありがとう。ということでございまして、ついにトモちゃんと名人の対決になります。行きましょう。じゃあちょっとシャンデラ使いましょうかね。あえて、シャンデラ大好きなんですよ。ゴーストタイプ、炎タイプ、めちゃめちゃ可愛い。じゃあ俺これにしてみよう。カプリアス、ガプリアス、ガブリアス、ガブリアス、勢いのある力ばっかりやな。ドラゴンタイプのポケモンですからね。じゃあコイキングとかちょっとこれ買ってみようかな。あえて、ちょっと見たいじゃないですか。勝てる。じゃあ俺これ終わりよ。ね、シャンデラ皆さん見たい方も多いと思うので、うん、コイキングいるのかよ。コイキングいるのかよ。どうなるんですかね、コイキング。コイキングが何をしてくれるかだよね。ちょっと僕もですね、やりたくて来たはいいんですけど、まだまだ知らないことばかりなので。そりゃそうだよ、だって明日発売なんだから。まだ発売してないですからね。跳ねてくれるよ、跳ねてくれる。カモネギ何やってくれたんだろう。カモネギちょっと見てなかった。だってね、あのお肉が、お肉が柔らかくなった。バカ野郎。そっか。何ネギマみたいな。さあ、勝ちたいですね。これで勝ったら共鳴バーストのメリット、モード紹介とかいろいろだからね、やった時に説明したんですね。どっちかが僕と戦う権利をゲットできるんだったらね、負けられませんね、これ。めちゃめちゃ不思議な戦い。かっこいい。シャンデラ勝てるのか、これで。シャンデラでも語りやからな。シャンデラどうも明るくなっちゃう。めちゃめちゃ強いポケモンですよ。ステージがまた全く違うね。ステージもこれ可愛い。あ、シャンデラ可愛い、笑ってる。
ホイキング行きますか。ホイキングどうなの。ちょっと待ってください。今日は勝てるのかな。負けに行くわけではないですよね。もちろん勝ちに行くんですよ、これは。だからね、どのポケモンでも勝てるのよ、可能性的には。そうですね、そのバランスがね、きっと取られてるんだろうか。うまい。ビジュアルとパワーが全然違うねん。いや、シャンデラはですね、特殊攻撃の強いポケモンなんですよ、もともと。いや、もっと間詰めないとダメなんじゃないの、これ。シャンデラはねえ、いや、行こうとしてるんですよ。シャンデラが距離を取る、うん、おー、シャンデラこれずるいですね。たまった、たまった。いきます。ガードして、ガードして、ガードされましたね。ナイスガード。おぉ、名人は泣かせるの。お、何さ、何やったの今。あ、ちっちゃかった。おぉ、ちっちゃくなる。すごい技。そうなんですよ、シャンデラいろんな技覚えるので。これ何ですかね。めちゃめちゃビビってますね、ちょっと名人。いや、ビビるよね、距離冷たいんだよね。そうそうそう、なるほどなるほど、距離冷たいんだよ。でもね、シャンデラがね、離れてる。あ、でも余裕だ。これ近くに行かないとね、手出せないね。そうですね、ガブリアスはメガ進化できるポケモンなので、うん、はい、表面ゲージが溜まるとメガ進化できるのではないかと。いいね。さすがに俺みたいに距離詰めるわけにいけないでしょ。俺はね、距離詰めるわけにいけない。俺は距離めちゃめちゃ詰められてる。おお。お、なんかもういいよ、距離近いよ、メイジ。いいよ、いいよ、メイジ、いいよ。メイジ溜まってるよ。おー、メイジ溜まってるよ。ありたくない。うわ、怖い。恐ろしい。恐ろしいですよ、ビジュアルが。うわー、うわー、やばい。そこで決めた。うわー、やばい。うわー、うまい。もう一回くるか。ズボン、ズボン。やりやー。これ今分かったようにですね、すぐとっても強い技をピュッと出せちゃうんですね。自分の手で技を繰り出す気持ちよさ、最高ですよね。私みたいなゲームベタにはたまらん、これは最高。あ、そもそも本気叶いましたね。いや、僕もね、まだシャンデラこれ溜めれるんですね。溜めれる、長押しすると。あ、なるほど。近いよ近いよ近いよ。やばいやばい。あれ、なんか来た来た来た、いいゲー、出た。わー、ガードされた。ちゃんとガードするよ、あの人。ちゃんとガードもできるよ。あ、終わっちゃう、ゲージ終わっちゃう。もうね、昔ね、この LR はね、ファミコンタイプで鍛えたからね、俺。おー、なんでも昭和に攻撃。あれ、あれ、あ、落ちてきました。申し訳程度のダメージを与えませんでした、今。単純に釣られたみたいな。やばいやばい、船の上みたいな音だけど。いや、やばい。うわー、いけ、ダメか。決まれー、ほーちゃん。シャンデラすごいですね。遠距離攻撃がめちゃめちゃ強力でしたね。かわいいな、シャンデラ。いいですね。つまりこの人第2回攻めはということで、決勝進出はやったー、ガブちゃん。ありがとうございます。やったー。ということで、ここでうちのカーギシマスターとの決勝戦となります。エリアが小さいな、おい。埼玉県の戸田市のさらに川岸。いや、それは大事ですよ。小さい代表。ゆくゆくはふるさと納税もね、川岸相手ももらえるようになるから。なるほど、なるほど。僕もポケモンマスターを目指してる身としてはね、やっぱもう負けるわけにはいきませんから。決めなければいけない壁ですよ、ポケモン変更してバトルで。さあ、行きましょう。はい、
では次何のポケモン使ってほしいですか皆さん。あれはもちろん川岸さんは俺ちょっと待って、ポケモン変更してる。あはいはい、まだ見てないやつ何やったねえ、ていうか見てないやつ多いから。あそうですね、うん、違う違う、あの出ちゃったフィールドから。俺なんかやった？やっちゃった。俺なんかやった？いやだから本当いろいろね見れて。これ僕が先手を取ったということですかね今の。そうだね。先制攻撃をした。そうだね。リアルで攻撃を。間違いない。そうそうそう。まずこの番組に俺が攻撃をしたってなるほど。奈良さん基本的にどれ選びますか？ね。小林さんいろんなポケモンいますからね。まあ先ほどどのポケモン使ってほしいです。サトシってきましたけど、サトシポケモンじゃないですから。はい、ゲットする側だけど、ただどれだけ強いのか計り知れませんけど、サトシ。あのマスコのピカチュウっていいんじゃない？じゃあこれピカチュウ対決。ピカチュウ対決。ピカチュウ対決。ね。いやいやいや勝てないでしょ。マスクドいっちゃうの？マスクドですね。まあ、ただこれよく見てほしいんですけども、うん、ピカチュウこれ尻尾ハート型になってるの分かります？あほんまや。これメスなんですよ。メスなの？メスなんです。なるほど。いやでも分かんないよ、だってアジャコング出てきたら俺負けるもん絶対。ね、そうですね、ピカチュウオスメスでお姿が違うんですけども。アジャコングをメス扱いするのやめてもらう。メスでしょ？僕は女性だから。はい。じゃあ僕はマスクドピカチュウで。はい。サポートセットを選んでね。サポートどうしようかな。いやちょっとカモネギのさ見てみますか。連続ギリッチュの見てみたいよね。ちょっと僕カモネギ使いますかね。トゲキッシュだ。おイエーイ安定型。はい、さあそれでは今からさあねゲッチャンチでの決勝戦です。さあピカチュウ負けたくない。オスが勝つのかメスが勝つのか、どっちも頑張れ。まあこの番組一のゲーマーであるところを僕が見せてあげますよ。さあこの日本を代表する、なんか川岸って言われてムカつくんだよね。日本を代表する、おおかわいいプリチーキャラクター、このねピカチュウの怒り顔がかわいいね。気合十分です。よしピカチュウ、じゃあちょっとこの声は出ないよ。ピカチュウ、ピカチュウ、もっと高いんだよね。男には無理だよ、もうクロちゃんしか負けないんだよ。ピカチュウ素早いですから。おおやばい、なかなか見ごたえあるな、体ちっちゃいから。これやっぱり同門対決なのかね。いた、もうさこれ変わってますね。早いですね。いた、おこのブレすごいな。顔にんさんやってるよ。わあ、なめつされてますよこれは。完全にマスクドピカチュウ、うん、どんな技があるんでしょうね。ホワイト A ですね。バカ、うん、やろ。おお。さあ、おっとバースト、ここでバーストします。きたー、いけ、行きました。おいおいおい、上手くいくんだよ。おいリングがファーストアタック、やべー、おー、フライングプレス、うわー、おお、めちゃめちゃ速いですね、ピカチュウ。おーすごい、これポケモンによってやっぱいろんな戦い方がありますね、本当に。いやいや、まだまだまだね。まあ、さあさあさあ。なるほどなるほど。なるほどなるほど。うちの川岸。なるほど。これからが本番。川岸だからね、俺はね。川岸まで行って。川岸まで行ってからが本番だね。おお、なんか。川岸。うるえ。うるえ。それ海水の陣のことを川岸って言う。うるえ。お、来た。うるえ。陣止まってるよ。おお。マスクドピカチュウ NR 同様で使いますよ。さあ来い、おピカチュウ来ました。おー白くなって、ピカチュウピカチュウ、サダニエル、あサダニエルある、サダニエルある、あら山本さんと同じみたいな。あれれれれ、ゲージが終わる、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 ちょっと待って、ちょっと待って、
丈夫大丈夫。大丈夫大丈夫。まあただ僕まだ必須ある。もうね溜まってるからね。はい、奥の手を残してるのでまだ。溜まった状態で。それであんだカモネギカモネギ。あの隠し玉もあるので。さあファイナル。カモネギがどうなどうなのかっていうのね。何をしてくれたのか。さあカモネギが来てるか楽しみ。おっ。なんだ今のは影分身カモネギカモネギカモネギ連続ゲーム逃げて挟んでた風の時にやってほしいおー言い戦い影分身強いうわーいいよいしょこれやっぱ自分の手で技を振り寄せるのは気持ちいいですね本当にいということで見事優勝はダムちゃんいいねいいねいいねいいぞやりましたよかったすごいよなありがとうございますやりましたねこれめちゃめちゃ面白いですよね素晴らしい盛り上がりますねもうちょっとやりたいねこれねそうですもうこれ明日発売なのでぜひゲットしていただきたいですねじゃあちょっとね改めて最新情報を教えてくださいはい、はい、先ほども言ったんですけども、うん、あの初回生産特典にはですね、うん、あのアミーボーカードダークミューツーついてますのでぜひ皆さん最初からミューツー使いたいよという方はこちらゲットしてください、うんうん、はいそしてですねあの Wii U まだ持ってないよという方のためにも、はい、なんと今回 Wii U プレミアムセットポッケンがセットとなりました Wii U ポッケンセットを数量限定で販売いたしますこちらですね本商品限定の特典として操作の仕方が一目で分かるバトルポケモンアクションリストが封入されておりますちょっとねあの先ほど僕もねあの説明がそれ先見してくれよちょっと足りなかったのでね、はい、とはいえこれ見たな自分だけいやいやいやですよ見てないですよ見てないよこれいやいやまだ僕もゲットしてないですからゲットしてないですしてないですしてないですゲットバンバンしてないのこれはこれですね今持ってきたのは、はい、こちらもですねゲットしたやつでしょこれは、はい、まあ明日僕ん家にポケモンセンターから届きますポケモンセンターから届くのそうですねこちらはこちらですねあのプレゼントなどもあるんですけども、ポケモンワールドチャンピオンシップスというのを皆さんご存知ですかあのポケモンの世界大会が毎年あるんですけどもこちらあとゲームとカードゲームの大会がありましてですね、うん、世界中から多くのプレイヤーが参加しまして、うん、今年はサンフランシスコで世界チャンピオンを決めるバトルが繰り広げられますポケモンはね、海外でも有名で人気ですからわかるサンフランシスコフランスですよえ、フランスえ、引っ越ししちゃったえ、サンフランシスコフランスに行ったのサンフランシスコでサンフランシスコどこよ僕が知らない間に全編チームがフランが入っちゃってるからもうフランスだと思ってアメリカだよ、まあ、先に行きましょう行きましょういいですかねあのこちらポケモンワールドチャンピオンシップスの決勝がですね、うん、あのサンフランシスコで行われるんですけども、うん、今年はこのポッケン部門も開催されですねマジで、はい、あの明日から発売されるので、うん、皆さんぜひ鍛えて、ぜひ大会に挑んでみてはいかがでしょうかポケモンマスター目指してください、はい、本当にチャンピオンになる可能性が結構みんなにあるってこと、うん、ありますあります、はい、明日発売やからここで勝てはもうポケモンマスターを名乗れますのでぜひ皆さんバトル挑戦してみてくださいはいともちゃん今日優勝したんだけどねともちゃんがね、まあうん、トーナメントで、はい、僕がちょっと手を抜いたっていうのもあるわけよだからゲストを立ててねそのお礼として何か置いてってもらおうかなと思うんだけど何かちょうだいなるほどゲッチャンチ怖い、ね、言い方がちょっと下手くらいまあ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 、あのちょっとゲッチャンチに置いといてくれるもちろん思いしたしね、うん、そうそうそう優勝させてあげたからそこはねちょっと失礼しましたただですねあの僕も人んちに来たらあの母ちゃんにですねお土産を持っていけとちょっと言われているので今日僕も持ってまいりました素晴らしい家柄がもう、はい、ポケモンセンターのですね、うん、グッズを3名様分預かってまいりましたこちらですねこれ初代仕様のクッションですねこれかわいいですね、うん、今バーチャルコンソールなども、うん、あの出てめちゃめちゃ盛り上がってますけどもはい、こちらですね3名様にプレゼントで持ってまいりましたそうか、バーチャルコンソールのバージョンなんだあれグレーだからそうだ、ね、あの液晶のそうですそうです、はい、初代のわー超いいじゃんこれそうなんですよ
これ懐かしいですね、本当に。これも歌歌っちゃうしよ。角みたいな尻尾ね。懐かしいね。はい、ね、ということで、はい、エンディングでね、この応募方法をお知らせしますので、よろしくお願いします。はいはい、じゃあ最後ともちゃんメッセージどうぞ。はい、ですね、今回ポケモン、ポケン明日発売なので、はい、ぜひ皆さんゲットして皆さんと対戦したいのとですね、はい、そして、実は僕、今、ポケモンのですね、キャラソンプロジェクトの、あと、総合プロデューサーというのをやっておりまして、松本梨香さん、サトシ役の松本梨香さんだったりの、曲を作っていまして、それが収録されている今のポケモンアニメのオープニングテーマなんですけども、これも収録されているキャラソンプロジェクトボリューム集1が大好評発売中なので、ぜひ皆さんゲットしてください。おもちゃプロデュースって書いてあるじゃん。そうね、もう僭越ながら歌を歌わせていただきました。いやいやいや、俺も歌手なんだよ。あ、本当ですか。そこは挟んで、ぜひ機会があったらプロデュース、はい、お願いします。はい、ということでポケモンとトーナメントをご紹介しました。ということで、ザコーダー、ごめんなさい、ともちゃん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。また聞いてね。バイバイ、ゲットだぜ。パパのセーブデータ、僕が続きになる。目指せ大冒険。